イスマイル・ネリは、ブラジルの画家である。表現主義、キュビズム、シュールレアリスムの影響を受けた画家で、ブラジル現代絵画の先駆者であった。ブラジル北部のパラーシューベレンで生まれたが、1909年に家族とリオデジャネイロに移った。1915年から、ブラジル国立美術学校で学び、1920年からヨーロッパに渡り、アカデミー・ジュリアンで学んだ。 ブラジルに戻った後は財務省の国会産管理局の建築部門で働いた。この頃詩人のムリロメンデスと友人になった。1922年に結婚した。この頃は表現主義の傾向の作品を制作した。1927年に再びヨーロッパに渡り、マルクシャガールと知り合い、ジョルジョ・デ・キリコやパブロ・ピカソの影響を受けて、 シュールレアリスムやキュビズムのスタイルの作品も描くようになった。人物画を描き、自画像や友人の肖像画やヌードを描いた。1929年にベルリンとリオデジャネイロで古典を開いたが、評価はネイリを失望させた。ニューヨークで開かれたブラジル画家の展覧会にも出展した。1929年にアルゼンチン、ウルグアイを旅した後、 結核に罹患しているという診断を受け、2年間サナトリウムで過ごした。病状が回復し、ブラジルで現代美術が展示された1931年のリオデジャネイロの展覧会、サラオレボリュシャナリオや1933年のサンパウロの L ・エクスポジサオであるテモデルナダスパムに出展したが、1933年に結核が再発し、 1934年に亡くなった。ありがとうございます。